テーマ三、確率分布の二回目です。さて、冒頭のサイコロの話に戻りましょう。サイコロの振り方でばらつきが違うかという問題でした。サイコロ目の実現値はこのように一から六までで、おのどの確率は六分の一。そして平均は三点五ですから、前回の公式を使って一から六までの出目と 期待値の三点五の差を取ってやって自乗して六分の一を掛けることによって分散が求まります。実際計算してみると分散は二点九二ですし、標準偏差は二点九二のルートを取って一点七一になります。それでは今後の議論の準備のためにいくつか公式を紹介します。独立な確率変数 x と y の和の期待値の分散には こういった関係が成り立ちます。つまり x プラス y の期待値はもともとの期待値 ex と ey の和になりますし x プラス y の分散はもともとの分散 vx と v y の和になります。また確率変数 x の定数 c 倍は何になるでしょうか定数 C をかけると、 期待値は C 倍、分散は C 乗倍になるという性質があります。こういった公式は、丸暗記ではすぐ忘れてしまうので、意味を考えてみましょう。テーマ一で、単位がセンチメートルでなくてミリメートルだったら、平均分散標準差はどうなるかということを考えました。平均と標準差は、センチメートルをミに換算するには、 このように、中けけるだでで計算できました。一方分散については 0.11×10 の事情のように単位の違いを表す係数の事情をかけることになります。確率変数 x の定数 c をかけると期待値は c 倍分散の方は c 乗倍になるというのはこの場合の単位を換算するときと同じような操作をしていることになります。さて、 3つの目の平均の標準偏差は、サイコロを1つ打ったときに比べてどうなるかという1つ目の問題を考えてみましょう。サイコロを1つ打ったときの分散は2.92、標準偏差は1.71でした。最初の公式から、ワード分散は分散の輪になるので、サイコロを3つ打ったときの合計の分散は2.92プラス2.92プラス2.92で8.76になります。 そのためこの合計を3でやった時の分散は先ほどの定数倍の公式を使ってやって8.76を3分の1の事情でかけてやって分散は0.972になりますつまり3つ振った平均の標準点差はこの0.972のルートですから0.986になりますもともとの標準点差の1.71を比べてやると やはり三つ振って平均を取った方が零点九八八六度バラつきが小さくなるということがあります。次に最高の三つ振って出た三つの目の合計と二十面ダ数の標準偏差を比べる問題です。先ほどと同じように三つ振った合計の分散は二点九二プラス二点九二プラス二点九二の八点七六です。 ですから、標準偏差はこのルートをとって2.96という計算できます。それでは、ベンダ断数の標準偏差はいくつでしょうかここで計算した標準偏差の2.96と比べて大きいか小さいかが問題です。分散の公式を使って計算しましょう。ベンダ断数の出目1から20まで各々平均である10.5を引いて、 確率の二十分の一をかけて合計します。実際計算してみると分散は三十三点二五になり、その標準偏差はルートを取って五点七七になります。これは先ほど計算した三つ振った時の標準偏差二点九六よりも大きいことがわかります。つまり三つ振って合計するときの方がばらつきは小さいのです。 一つ目の問題でも、二つ目の問題でもサイコロを1つ振るよりも三つ打ったときの方がばらつきが小さいという結果でした。サイコロを振る数を増やすと、出目は中心に集中するということが知られています。このことを中心極限定理と言って、サイコロの数が無限にあったときの極限の分布を正規分布と言います。この三つのグラフはサイコロ 1>, 1つ打った時と2つ打った時と3つ打った時の確率分布を表しています。最初は確率が全てのデミで等しい6分の1だったのが少しずつデミが中心に集中していく様子がわかります。正規分布は最もよく用いられる確率分布です。正規分布はこの2つの図のように左右対称の形をしていて。 分布の形は平均と標準偏差によって決まります。また平均プラスマイナス標準偏差に全面積のおよそ三分の二が含まれ、平均プラスマイナス二かける標準偏差に全面積のおよそ九十五パーセントが含まれます。統計学で正規分布がよく用いられる一番の理由は中心極限定理です。左の二つが正規分布。 そしてこちらがサイコロを3つ挙げた時の合計の分布ですが、サイコロを3つ挙げただけで、かなりこの2つの正規分布に形が似ていることがわかります。中心極限定理と正規分布は諸説ありますが、ドイツの数学者ガウスが発見したと言われています。こちらはドイツの10マルク紙幣の写真ですけれども、このガウス写真の隣には、 このように正規分布が描かれています。以上でテーマ3、確率分布の2回目を終わります。次回は、エレベーターの部座なるかという事例を用いて、正規分布を利用した確率計算について紹介していきます。